はい、皆さんこんにちは、動きのコツ研究所代表の生野達也です。今日は麻痺側の肩の、亜脱臼を減らしていくコツというのを紹介します。こちらが麻痺側の腕として、解説をしていきますね。はい、皆様、麻痺側の肩がですね、麻痺が出た後にこう亜脱臼といってですね、その肩とこの腕の骨の間にこう隙間が空いてしまってるって、まあ、中にはそれで痛みが出てるっていう方も多いのではないでしょうか。今回はそれを減らしていくコツを紹介していきますね。はい、で、これを進めていく上ではなぜ亜脱臼が起きるのかということを考えていくことがヒントになります。やはりですね、その肩というのは、肩甲骨ですとかこの体、あとこの腕の骨ですね、そういった周りにある筋肉たちがですね、非常にこう密接に働き合って、使ってるわけですね。麻痺をする前というのはですね、それがその脳出血なり脳梗塞なりがあるとする、あった場合ですね、その筋肉たちが、一時的に働き方が分からなくなってしまうわけですね。なので、病気する麻痺がない場合はある程度筋肉が働いてて関節を止めているところが、麻痺が起こるとそれがこう勝手に緩んでしまったりするわけです。なので、緩んでしまったことで、腕の重みに負けて、肩が下に下がってしまう。なので、この肩と腕の骨の間に隙間が出てきてしまうということがあるわけですね。まあ、痛みというのもですね、その筋肉が引っ張られている原因ですとか影響ですとか、関節がこの隙間ができることで肩を動かそうとすると、関節がうまくこう動いていかない、滑っていかないのでガチンと当たったりして痛いという側面もあるわけです。で、これをじゃあ治していくためには、減らしていくためにはどうするのかというところですけれども、一つ、分かりやすく言うと、少しずつ、肩を使っていくということが大事になるわけですね。この動きのコツのリハビリでは、この筋肉が働かないというのも、やはり、何か脳がうまく感じられていないからだというふうに見ていくわけですね。なので、それを正しく感じていけば、筋肉の働きが徐々に出ていって、結果としてその、亜脱臼というような、筋肉 の関節の緩みも落ち着いてくるわけです。ここで大事なのは、亜脱臼がなくなったら、手を使おうという考え方がちょっとだけ、違うわけですね。亜脱臼がなくなったら使い出すのではなくて、徐々にでも使っていく中でだんだん結果として亜脱臼が減ってくるという考え方です。これが全く真逆なので非常にポイントです。具体的な方法としてはですね、このホームページの中で、座るコツとか、肩のコツとかっていうのがありますので、具体的な方法としては、そちらをぜひ参考にしてみてください。肩甲骨を動かしたりとか、肩を動かすコツとかが出てます。大事なのは、その動画の中では生活の中でどう使うかっていう解説は少ないんですけれども、大事なのはそれを生活でどう使っていくかということが非常に大事です。例えば、全くこうね、亜脱臼がある方はこう肩がなかなか上がらないという方も多いわけなんですけれども、まあ、リハビリとしてこう、ね、気をつけて、動かしていくと、その中で働かせていくっていうことはすごく大事です。一方でそれを生活でどう使うかですね。例えば全く動かなくてもここにテーブルがあったとしたら、麻痺側の手をですね、机に置くとかですね、例えば左手でご飯食べるときにきっと皆さんですね、麻痺側の手は机にも置かずにこの辺に置いて、こうやって食べてたりしないでしょうか。なかなか使いにくいのでその気持ちも分かりますけども、先ほど亜脱臼がなくなっていくためには徐々に使うっていうことが大事だという話がありました。なので、こう食べるよりはテーブルのところに少し肩のコツとかを気をつけながら、決して痛みがあるのに無理はしないでください。こう肩のコツを使いながら柔らかく使ってテーブルの上に置いた状態、これを置いた状態でご飯を食べると、これだけでも、一つ使ってるわけですね。全く動かない場合でもこうやって少しずつ使っていくというところで、だんだん筋肉の働きが出てきます。そうなると
して亜脱臼が減ってきます。なので大事なのは、亜脱臼が減ってから使うのではなくて、徐々に、まあ、痛みのない範囲で、楽に使っていく中で亜脱臼が減っていくという考え方が非常に大事になります。なので、まあ、具体的な、どういうコツがあるのかというのはまたホームページの他の、肩のコツとか肘のコツとか、様々、参考にしてください。今回は、一つ大事なことは、亜脱臼が減ってから使うのではなくて、無理のない範囲で、まあ、痛みがあるときにはその中で無理して使うのはあまりよくありませんけれども、いろいろコツを気をつけながら痛くない範囲で使っていく、徐々に使っていくことで結果として亜脱臼が減ってくるというこの考え方がものすごく大事ですので、今回は一つそれに絞ってお伝えしました。具体的なそのどうやって使うかというところに関しては、他のホームページの中の肩のコツとか肘のコツとか、様々参考にしてください。で、その中でもうまくいかないという場合は決して諦めないでください。コツのリハビリにおいてはですね、皆様の脳の状態に合ったオーダーメイドのコツを見つけるというのが、本来の、方法になります。なので、こういった一つの方法でうまくいかなくてもですね、他の気をつけ方を、試してみたり、このコツの前に他のコツを試すと、うまくいくことがたくさんあるんですね。なので、一つの動画とかこの動画を見てうまくいかない場合もですね、決して諦めずに他の動画をいろいろ試してみてください。それでもうまくいかない場合は、ホームページを通じてですね、メールやお電話で、相談をしてください。そういった相談を通じてですね、あなたの脳に合った、コツというのが一つずつ、見つかっていくと、信じていますので、ぜひとも、試してください。そして諦めずに、うまくいかない場合は相談してください。はい、じゃあ今日は以上になります。じゃあそれでは失礼します。